スポーク。スポーク。スポークとは、矢とも呼ばれる、車輪を構成する部材の一つである。外周部分を支えているリムと、車輪の中心にあるハブをつなぐ。基本的には、ハブから放射状に伸びている。ただし、鋳造、射出成形などの一体成形後に生ずる過大な熱、収縮応力を逃がすため、わざと斜めや渦巻き状にすることは、珍しくない。 スポークを持つ車輪をスポークホイールと呼ぶ。スポークに相当する部分が円盤状になっている。車輪も存在し、こちらはディスクホイールなどと呼ばれる。ディスクホイールの中には通風や重量軽減あるいは衣装のためにディスク面に穴を開けたものがあり、穴の形状によっては残った部分がスポーク様を示す場合があり、両者の境界は必ずしも明確ではない。 車輪に類する歯車や滑車などにもスポークを持つものがある。スポークという名は木工で使われるある種の棒状の木材から来たもので、初期のスポークホイールが木製であったことからこの名が付いた。同様にはしごの段や椅子の部材の一部もスポークと呼ばれる場合がある。また船の操縦に使われるタリンの外周に並ぶ棒状のとっても輪の内側のスポークの延長として、 スポークと呼ばれる。車輪に加わる荷重を圧縮力として受ける形式であるソリッドスポークと張力として受ける形式であるワイヤースポークがある。それぞれに材質や形状の異なるものがある。古代より存在した木製のスポークホイールでは、車軸の下側に位置するスポークが車体の重量を主に圧縮力として支える。後に鉄道車両、自動車、 オートバイなどのために開発された他の部分と強固に一体成形されたもの及び各部材が何らかの手段で強固に接合されて構成されたものでは曲げ力や聴力も複合的に作用するが一般的にはこちらに分類される用途によっては金属の他にプラスチック製のものや繊維強化プラスチック製のものもある車軸の上側に位置するスポークが車体の重量を 主に聴力として支える。このため、テンションスポークと表現することもできる。鋼鉄を細く引き伸ばして作られたワイヤーが、比較的小さな質量で大きな高張力を発揮することに着目し、自転車の車輪の重量を軽減する手段として開発されたもので、1870年代頃から盛んに使われるようになった。若干の弾力性を有するため振動。 衝撃の軽減にも効果がある。自動車やオートバイにも広く使われた時代があるが、車両の高速化や大型化への対応に不利であるため、現在四輪車では例外的なものとなり、オートバイでは小型のものや衝撃吸収性を求められるオフロード車、クラシカルな異常を求められる製品などに限られるようになっている。しかし自転車においては現在でも圧倒的に多数を占めている。 ワイヤースポークは単独では、曲げ圧縮に対してはほとんど抵抗力がないため、車輪に加わる縦、横、斜めのあらゆる力を張力に変換して受けられるよう、その配置には工夫が凝らされている。一般的なワイヤースポークホイールでは、リム内周に並ぶスポークを交互に左右に振り分け、ハブの両側にある程度間隔を空けて並ぶフランジに接続する。 これによって隣接する左右のスポークはリムを頂点としハブの左右フランジを結ぶ線を底辺とする三角形を構成し一種のトラスとなる。これが全周にわたって配置されることでワイヤースポークホイールは横方向、斜め方向の荷重に対して抵抗力を得る。上記の三角形が車軸を中心に描く回転体、回転面は2枚の逆付きを向かい合わせに 貼り合わせたような形となる。これを、杯の一種である井口に例えて、おちょこと表現し、車輪の中心面から各フランジまでの、もしくは左右スポークのリム側中間線と、左右フランジの中間線とのオフセットの大きさを、おちょこ量と呼ぶ。ハブへ、まさに放射状に、スポークが接続する形式をラジアル組と呼ぶ。 最初に実用化されたワイヤースポークホイールはこの形式であった。スポークの長さが最短となるため重量は軽くなるが、トルクを受けた際のスポークへの負担が重くなるため、駆動輪や、ハブ側にブレーキ装置を持つ車輪には使われなくなった。リム側にブレーキ装置を持つか、ブレーキ装置を持たない競技用自転車の前輪のほか、馬車などの軽貨徴用車輪などに残っている。 ハブへ、接線状に、スポークが接続する形式を単然と組と呼ぶ。トルクの伝達を、無理なく、行えるほか、荷重の分散に優れており、耐久性、衝撃吸収性が高い。一般的に広く用いられており、多くのバリエーションが存在する。両者を組み合わせた特殊な形式の製品も存在する。例、カンパニオーロの G3 スポーク。ワイヤースポークの一端には、 ネジ山が設けられており、ここにスポークニップルと呼ばれる特殊な形状のナットをねじ込む。その締め加減でスポークの有効長を変化させることができ、それによってスポークにあらかじめ適当な張力を与えることで、車輪のたわみを防ぐとともに、各スポークの長さを微調整することで、ホイールの深ン度を出す。この作業をフレトリと呼ぶ。ニップルの締め緩めための工具をニップルレンチ。 または、ニップル回しと呼び、英語では、スポークキー、または、スポークレンチと呼ぶ。一般的な用途に用いられる、汎用品の自転車用スポーク及びスポークニップルには、日本工業規格、JIS 内の JISD9420 自転車用スポークにおいて、材質、寸法、品質の規格が定められており、互換性、強度、耐久性の基準となっている。 自転車用スポークおよびニップルのネジについては、GSB0225 自転車ネジにおいて規定されている。材質は、高校洗剤が基本的なもので、サビを防ぐために亜鉛メッキが施されたものが多く、一部にクロムメッキとしたものもある。近年ステンレスコーを用いたものが、主としてスポーツ用自転車に多く用いられている。ステンレスコーは高校に比較して、 若干脆いため強度ではわずかに劣るが、長期にわたって容易に美感を保つことができる。規格外品として、チタン合金や、高力アルミニウム合金製の軽量な製品も見られる。自転車競技用の先進的な製品では、高強度の繊維製品を用いたものが一部に見られる。これによって、さらなる重量の軽減が可能になり、振動吸収性も高まる。 しかし価格は高い。スポークに用いられる繊維には、アラミド繊維、ザイロン、炭素繊維などがある。多くの場合、これらの繊維は樹脂によって棒状にまとめられている。繊維製スポークは、金属製のものより、断面積が大きい場合が多く、空気抵抗を受けやすいために、エアロ形状、工実とされることが多い。この種のスポークには共通の規格はなく、核。 ホイールメーカーが独自に設計を行っている。変わり種として、出先で通常のスポークが破断した際の応急処置用に小さく丸めて携帯できる繊維性予備スポークも存在する。断面が円形で全長にわたって太さが均一なものをプレーンスポークという。実数では自転車用としてナンバー15、15番径1 8 m、mm、m からナンバー12、 12番径 2.6mm まで4種類の太さが規定されており、ナンバー13、13番径 2.3mm のみ、ネジ部の太さが2種類設定されている。太さが途中で変化するものをバテッドスポーク、または段付きスポークという、両端部を通常の太さとし、中間部を細く絞ったものをダブルバテッドスポークという、これは、 ワイヤースポークの使用過程において破断が生じる場合、被害箇所は両端部に集中し、中間部はある程度太さを絞っても強度に余裕があるため、主に軽量化を目的として作られた。コスト高のため、主に競技用途に用いられる。実数では、ナンバー15、16、両端部計 1.8mm、中間部計 1.6mm、と、ナンバー14、15、 両端部径 2.0mm、中間部径 1.8mm が規定されている。規格外の製品として、頭部、中間、ネジ部の太さがそれぞれ異なるものがあり、これはトリプルバテットスポークと呼ばれる。最も破断を起こしやすい頭部付近のみを太くし、他の部分は均一な太さとしたものをシングルバテットスポークという、対衝撃性、対荷重性を確保しながら、 重量増加を抑えたい用途に用いられる。両端部の断面は円形だが、中間部を平たく帯状にしたものがあり、エアロスポークあるいは扁平スポークなどと呼ばれる。その名の通り空気抵抗の低減を目的としたもので、車輪の回転時にスポークが風を切る際に生じる抵抗を減らすことができるとされる。わずかでも抵抗を減らしたい競技用自転車に用いられることがある。これは実には、 規定がない。通常のワイヤースポークに見られる主部の曲げがなく、まっすぐなスポーク。特殊な設計のハブと組み合わされる。ただし英語では、プレーンスポークを指して、ストレートゲージスポークと呼ぶことがあるため、この種のスポークは、ストレートプルスポークと呼んで混同を防ぐ場合がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。